さあ今日はですね、フォーミュラドリフトジャパンに来ておりますね、僕はですね解説という立場で、来てるんですけども、今回はね、いつもは解説だけなんですけど、今回はちょっと審査員もやれということで、審査員しつつ解説もやります。今回のね、場所は恵比寿サーキット西コース、フォーミュラ D もですね、日本人選手だけならずですね、海外から、有名どころの選手がたくさん来ているので、とても、見応えあります。というわけで、フォーミュラドリフトジャパン第2戦恵比寿サーキット行ってみたいと思います。この白線がちゃんと引いてあって分かるのですが、もうちょっとしたら多分全く見えなくなるだろうな。ここからスタートして、このパイロン3本2本1本のところ、ここでこの間で振り出しを開始しなきゃいけないと。振り出し開始、そしてアウト側を舐めていって、クリップアウトゾーン1クリップ1つ目、そして奥の2クリップ目、2クリップ目ね、でゾーンの中で3クリップ目4クリップ目、基本的にはインクリップというのがありません。アウトクリップのみです。アウトアウト返して、アウトアウト、外側のみね。もう逆にね、水槽が、後ろがこう水槽になって、普通にこれインクリップ通ってると後ろの人がね、内側が苦しくて引き渡したんですけど、アウトゾーン舐めてるから水槽はしやすいと思います。だからね、みんなタイヤも冷えてるから探り探りですけど、練習本数が限られてるから、もうちょっとね、1本目からイメージ膨らまして大事に使った方がいいよね。やっぱね、トップランカーはね、1本目からね、もう割と80点ぐらいの、なんか自分の中での80点ぐらいの組み立てでもうやっていくよね。そうじゃない人は割とただただタイヤを温めるためになんか走るから一本無駄にしてるよね。もうなんかやっぱり練習本数が限られてるから、もう1本目からもう割と決めたいよね。解説はですね、今回はジャッジ含めてということになりますね。谷口信照さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。おはようございます。なんか今回いろいろですねありまして、解説とジャッジという立場になりましたが、なんか大変なことになってしまいましたけど忙しいですね。谷口さんはジャッジの面ではどこを見るんでしょうか。僕はですね、今回、ラインっていうのをですね、やることになりましたので、選手の方が通るところをしっかり見ながら通るところ解説していきたいと思います。ちょっとね、ゾーン1、2がもう全然ちょっとね、審査しながらの解説忙しい。忙しい。ダンロップタイヤ、さあ飛び込んでいく1本目、ゾーン1つ目しっかりと入れてくる、ちょっと奥深いからではありますが、ゾーン2つ目、奥深いところから立ち上がって、
振り返ってゾーンを取って出口の手前はどうだ。すごく良かったですね。なんか全体的に良かったと思うんですけど、はいはい、僕の独断と偏見ですいません。いい走りは評価したいです。90ポイントです。谷口さん早かったかな。ちょっと気になる人が出てきましたよ。はい、気になる人。そうです。うわ、すげえ。来たぞって感じがします。さあ、スタートします。斉藤大吾、世界の斉藤大吾。さあ、1本目エビスラウンド飛び込んでいく。ゾーン2つ目、うま、早い。そして指返してゾーン3つ目から出口のところ、うわ、あっという間の1本だ。うま、見た今の。なんであの走りで行きたいとこが通れるの。さあ96ポイントだ。わお、拍手。すごい、はい、ちょっと群の抜けてるよ。すごいですね今本当に。前回率も高かったし、はい、アングルもラインもよくあれで全てね、うん、こうなんていうのまとめましたよね。迷いがないというか、そう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 。さあ、フォーミュラドリフトジャパン第2戦エビスラウンドの2日目、決勝日、今日は追走ですね。2022 G-SHOCK PRESENTS フォーミュラドリフトジャパンラウンド2。少し上空雲が出てきました。でも引き続き気温は高い中でのマッドマイク選手、はい、目の前楽しみですね。そうですね、久々の対戦、戦いが見れます。違う、そんな風にも感じますんでね。これ第5対カンタ、勝ち進んでも第5対松山でなかなかね、大変な戦いばっかりですね、はい、さあスタートしました。カンタ先行追走、斉藤大吾飛び込んでいくと1つ目。さあきっちりちょっとオーバー目で入っていったがどうだ。ここからゾーン2つ目、浅い感じがしますが、なんとかトレースをしていって出口のところ、ビタビタにマシンを食い込ませます。上空の映像ですけどもね、こうゾーンには届いてないんでね、はい、そうなんですよね。これは合わせるように、大吾選手はねサイドには持っていってるんですが、両者の先行同士を比べたらもう明らかに大吾の方があれですよね。斉藤選手の下にムーブしました。この対戦勝ち上がったのは大吾、斉藤 Get the win。 この対戦です。これもちょっと面白い対戦になっていますよね。割引とすればマドマイク選手のその左の肩から腕 の、 あの骨折、オートバイで、バイクでオートバイ、モトクロスかなんかで、はい、やってしまったらしいですね。かなり肩なんかは骨が出ちゃったって言っていましたが、さあ切り直し、先行の末永直人、追走のマドマイク、おっと大手に振ってきた。どうか、うわー、これは行き過ぎた。最後の外側マドマイク。そして先行の末永は引き返ったその先行の足、しかしここで追いついてくるマドマイクの追走だ。スタートしました。これはキッチンフィアファイルが突っ込んでいる。すごい。さあ、スイナーナウトのマシンはどうだ。追走でちょっとスモークの中繰り返してゾーン3つ目から4つ目、出口のところ、これはかなり大きい外に。いやでもね、いいもん見れましたよ。なんか仕切り直っちゃいましたね、ちゃんと、はい、いやね、違うの、失敗、その審査でいうと失敗ですけど、はいはい、こういうの見れないですよ、このすごい熱い走り。熱い走りね、はい、本当ですよね。いわゆる勢いが勝っちゃってる、はい、すごい走り。そうですね、こういうドライバーはもうやっぱりファンがいっぱいつきますよね、うん、本当ですね。かっこいいじゃないですか。レッドライン3本は末永選手の下にムーブしました。この対戦勝ち上がったのはナウト、末永 Get the win。グレートエイト、まるでこれ、対戦がスタートしていきます。TMAR の紹介みたいな、ね、コマーシャルみたいな。これ V 取れるやつですね。はいはいはい、いやでもきっとすげえ走りが見ることになるんでしょうか。さあスタートしました。まずは先行斉藤大吾。
水槽の松山が飛ば飛び込んでいくゾーン1つ目さあビタビタに来るか松山がさあビタビタに来るそのサイドにマシンを外していくさあ振り返すゾーン3つ目から出口のところ斉藤大吾も先行ではいい走りを見せていったまあ、そうですね、うん、先行斉藤大吾はゾーン1のところがちょっとちっちゃくて、はい、これゾーン3のところが松山がちょっとまっすぐ気味になってるってことなん で両者ともに先行の大吾もいまいち後追いの、松山もちょっと落ち度ありなんで松山北斗選手先行追走の斉藤大吾選手さあこの週末両者ともいい走りを連発ゾーン飛び込んでいく少し浅めかどうだゾーン2つ目に入っていくあ出ちゃった少しリアが大きくはらんでいった水槽の斉藤大吾のマシンだうわーぶつかる出ているでうわーおー4つ目出口のところが大きくはらんでいってコースアウトやらかしちゃったよ斉藤大吾拍手が起こりますがジャッジのレッドラインは3本とも松山選手の下にムーブしましたこの対戦勝ち上がったのは北斗松山 Get the win そうですチャンプが勝っていますベスト8さあまずは先行のチャンプこと山下浩一選手追走の松山北斗選手対戦はこの開幕戦の一度この時にはチャンプを迎えました勝負はどうなるでしょうかさあリアサイドに今もう松山のマシンが迫りついている状況で飛び込んでいくゾーン1つ目からさあゾーン2つ目リアをしっかりとゾーンに通していく水槽もベタベタに来ている同時に繰り返した3つ目からさあ出口のところゾーン一つ目ラインはちょっと小さいですけど ね、でも距離は近いですよねジャンプは奥まで入っているんですけどもちょっと一つ目松山選手そのスタートの瞬間ですさあスタートしました先行松山水槽のチャンプさあ飛び込んでいくゾーン一つ目さあ見た目に立ち上がってきたゾーン二つ目はどうだへばりついているさあ振り返ってさらに食い込ませていくのがチャンプの水槽松山の先行もいい走りでしょういいねいいね拍手がまた一段と大きくなりましたいい、ね、かっこいいねいやもう一回見たいな上空の映像これがチャンプここまで山下すごくいい、はいね、すごくいいここからトラクションが86がいいねこれ早いな86で見ればいや、松山東洋さあ左側に松山選手右側に山下選手ジャッジはまずは山下選手1本はワンモアタイムそしてもう1本は山下選手の下にムーブしましたこの対戦勝ち上がったのは高一山下ゲッツザウィンあチーム福島を応援しているああそうですねああチームオレンジ的にもチーム福島初めてのこの準決勝ジャマケンと山田健二さあスタートしました先行ジャマケン山田健二水槽の末永ダウトさあそのベテランがどうして水槽を見せるのかジャマケンは思いっきりゾーンを飛び込んでいくそしてマシンが戻ったジャマケンハイラン一本その走行を見せるあらなんか車の調子が悪いぞさあゾーンあれ音が悪いぞ行きながら今出口のところのアウトサイドゾーンを通して今バイラン車が熱中症になってるよあれ熱中症、うん、さあいよいよファイナルですさあスタートしました先行チャンプ追走の末永直子さあまた飛び込みアウトサイドゾーン一つ目ゾーンをしっかり取っていくビタビタにつけていく末永直子そしてゾーン二つ目トレースをしていくいいよ少し内側小さいか振り返してゾーン三つ目から最後アウトサイドゾーン四つ目パワーステトラブルらしいんですけど、うんうんうん、逆に言うとよく走りましたね、はい、今ねどこでなったのか分かりませんけど、うんうん、さあそのチャンプのマシンの方ですがパワーステのトラブルということで今メカニックフロントエンジンルームこちらはチーム福島あなんかくつろいという感じですね今5分間ルールさあ残り4分ですチャンプはマシン乗り込んだままよく走りましたね、うん、大したもんだ
あ、まだはまってないベルトが。ぶん投げた。間に合った。うわ、しまった。よっしゃ、間に合った。あ、映像を見ているファンの皆さんからですね、拍手が起こり、その最後の走りです。先行末永選手、追走の山下選手、さあスタートをしました。加速をしていく。アウトサイドゾーン、久しぶりの飛び込みだ。ゾーンを取っていく末永の先行。ビターッと今サイドにマシンを届けていく。チャンプの走りだ。ゾーン2つ目、さあほぼ同時に振り返して、3つ目から出口のところのゾーン、4つ目はどうだ。あ、なんか音おかしくなった、どっちかが。さあ左側に末永選手、右側に山下選手。この映像が出るということは、そう、ジャッジは3本ともワンモアタイムですよね。私の横で今谷口さんがニヤッと笑ってですよね、拍手が起こってます。さあワンモアタイム、最後の走り、皆さん大いにいいものを期待しましょう。そしてすげえ走りだったら大いに拍手をよろしく。さあスタートしました。飛び込んでくる。おー、壊した。チャンプのマシンがまっすぐこのゾーンを通過していきました。もちろん地元恵比寿ラウンドを制しました。末永直人選手、嬉しそうな表情です。そして第2位には、マシントラブル、悔しい思いもありますが、初の表彰台、ジャマケンこと山田健選手獲得です。おめでとうございます。生まれたと思います。またね、第3戦、はい、来月になりますね。すごいですね。すごいになりますね。今度モーターゲームスと一緒なんですよ。もう久々ですよ、モーターゲームス。バイクも飛んで飛びますか。あ、そうなの。そうなんですよ。飛んで、あいつも回るんですね、また。そうです、回りますよ。回りますね。またまた面白くなるし、今度はあの、ね、J2 と併催です。2日間でありましたが、はい、解説レーシングドライバー谷口信輝さん、ありがとうございました。ありがとうございました、はい。さあ、2日間にわたるフォーミュラー D、エビスラウンドが終わりました。今回僕はね、解説と審査員っていうのをやりまして、疲れました。まあ、あの大会はですね、まあ、あのなかなかドラマあり、まあ、なんでしょうね、アクシデントありで、なかなか興奮しました。まあ、あの今ね、D1 グランプリとか、フォーミュラー D ジャパンとかね、そういう競技が、あのドレス大会が日本にはありますが、どちらもね、まあ、見に来るとですね、興奮しますよ。あのね、ぜひ、一度現場でね、生の走りを、あのご覧になられてはいかがでしょうか。というわけで、ここ福島から、今から横浜に帰ります。Ready to go.